バウレ族はコートジボワールに暮らす民族の一つである。コートジボワール国内の民族集団の中では最大規模の人口を誇る。口述の伝承において言及されているアシャンティ族のアカン語と同じクアゴハに分類される言語であるバウレ語を話す。元来この民族は現在のガーナにあたる地域に暮らしていた。しかし、やがてアシャンティ族によって居住地を追われることとなる。 バウレ族の伝承によれば、亡命中の女王、僕は追ってから逃れる過程で、自らの子を、水の中に投げ入れねばならない状況にまで追い込まれたと、されている。バウレという民族名はこの時の出来事、子供が死んだに由来するものであると説明されている。バウレ族が、現在のコートジボアール東中部に落ち着いたのは、西暦1800年頃のことであるとされている。 バウレ族はゴリという仮面舞踏で知られている。この風習はもともとは隣接するが、バウレ族とは異なる系統の言語を話す。ワン族によってもたらされたもので1900年から1910年の間に伝わり、踊りの際の歌もワン語によって歌われるという。ゴリが模様される目的は、葬儀や娯楽のためと様々である。衣装はラフィアヤーシなどの歯で全身を覆うものである。 用いられる仮面は登場する順にプレプレ、ゴリグレン、パンプレ、パンの4種類が2つずつであり、それぞれ大まかに年少男子、年長男子、年少女子、年長女子の役割を表す。この登場順は、社会的な序列を示唆するものである。しかし近年、米海で行われたゴリにおける、パンプレ、ゴリグレン、プレプレ、 パンのように登場順が戦術のものとは異なる場合も存在する。また、本来的なゴリにおいても二つずつ用いられる仮面には、それぞれ男性と女性を表す面があり、男性と女性が体となって、この世が完成するというバウレ族の考え方を表すものとなっている。ゴリで用いられる仮面は、美術品として流通している。清水。ルイス・エトール。ABCDEF ・オガ オースティン、A.B. ウェアナス、アレクサンドル・アインドデー、小川。ありがとうございます。